どうもショータイムゴルフです。めっちゃ短いですね。でもてるきくんも佐藤さんのとこ行ってだいぶ治ったんだよね。それでね、良くなりました、ね。まあまだ怒られるけどね。未だに怒られてる。てるき、なんでそんなそんなにこうやってあげといて、なんでヘッド入ってくるのか上からなんや。上からがダメなんだね。上からがだってさ、足がさ80ヤードぐらい左向いて右100ヤードぐらい打てっていう練習。こっち向いといて、こうやってこうやって入れて肩入れてこっち側に打つ練習するので50ヤードぐらいね、やったよね。さんうん、あれは今でもやってる。あれいいよね。うん、あれはもうね、トップの入りも深くなるし、入射角が緩くなってくるし、球弾けるね。テリ君ハンマーパンチだから、頭で理解しないとできないから、感覚派だから、なんでできんのやって散々怒られる。ちょっと日本語がよくわかんない。ちょっとカメラをちょっと重たいから答え。ケイさん、これあんま左行かなくていいですよね今日は。うん、左はちょっと危ない、ね、真ん中ですね。ナイス。ちょっと右すぎ。一応ね、お兄さんと弟が活躍しすぎてるから。まあね、珍しく前からよいしょ、いい球。フェアウェイ右サイド、ちょっとラフぐらいか。フェアウェイ、ああフェアウェイ、フェアウェイにあるじゃん。いいじゃん、ナイスショー。珍しくちょっとドライバー前からのアングルでいきましょうか。ちょっと後ろが狭いからね。どんな球打ってるかちょっと分かんないですけど、たまにはあのプロゴルファーの前からのアングルも参考に。ほら今の見た、みんな。まあいいや。あんな素振りしてるんだよあいつ。だからフェンスの上でちょっと滑らせんだって。インサイドから入ってこないといけないんだお前。いや今はね、ショットはね。ナイス。相変わらずうまいな。よし、今日ドライバーめっちゃ調子いい。うん、よいしょ。伊藤君と回ると調子いいね。そう、いつもだね。いつも俺と練習してる時も調子いいしね。何なの俺は人をうまくするだけで自分うまくならないの。変更する、そっち。ティーチング、うん、ティーチングやるぐらいならゴルフ引退する。テレック君、コメント少ないけど大丈夫？今日元気なくない？今日元気ないやっぱ、ショーゴと一緒にいてちょっとストレスかなんで俺がストレス喋る元気がない。なるほど。いやいや、普段俺がいない回も大して喋ってないから。いや、ショーゴになる時はやっぱさ、頑張って喋ろうかなって思うけど。で頑張って、今聞いたみんな、頑張って、頑張って。俺これ素だから、素だから。素でこんなにいつもうるさいので、毎日一緒にいると一緒にいる人が鬱になっちゃうならないから。一緒にいるのが好きな人もいるよ、たまには。いるの？うん、たまにはいるよ。気のせい。それは、いやでも俺賞味期限あるんだよね。賞味期限がある。3日ぐらい。うん、うるさいよ。ほんと3ヶ月に1回の賞味期限。分かった分かった。すいません先輩、取るの忘れそうでした。3番ウッド、はい、3番ウッド。残り距離は250弱。はい、結構上げてるね。低い球は右だな。皆さんこのラインで見えましたか？力みました。力みました。残り230ぐらいですかね、おそらく。結構上げてるんで、まあ、250ぐらい打つイメージでいかないといけないかな。こういう左がずっと池が続いてるみたいで。ん？二遊で行くの？届く？いや、いつもだと思うよ、回転でも。ピンまででしょ、225って。いいや、手前乗ってだけでいいや。手前からアプローチしてみる。変な球！まあ、エッジぐらいかな。
なんか今日人間が調子悪い。なんだろう、なんか変だな、このクラブ。安心してください、いつもです。いや、人間調子いいんだよ、いつも。お前その、そうそれ言おうと思ってたんだ、そのクラブ使わない方がいいぞ。ちょっと帰れんじゃん。ヘッドが悪くないと思うけど。ほらね、4遊ですかね。絶対受けるってこれ。TR に比べてウィザーの、うん、花道。ジェイ君のサードショット。58？ 53ヤード。53ヤード52持ってる。53ヤード52。うまいね、今のはいいや、いいアプローチ。転がってくの、あれ。結果は微妙だけど、めっちゃ入り方綺麗だったね。小生3打目56度、エッジから、まあ、30ヤードぐらい入ってる感じですね。お、綺麗に入った、スピンの入った球。あらグリーンの、ね、うん、入りはすごい良かった。ちょっと入り意識しすぎちゃったっす。まあ下がねちょっとウェットなんでスピンは入りづらい感じにはなってます。伊藤くん3打目ポッコンしました。止まるね。ポッコンしても止まるウェッジ、これは違反じゃないですかね。大丈夫ですかね、溝。何？溝大丈夫ですかね。あの辺りで止まるウェッジはちょっと異常ですけどね。これね、でもこのサンドね、ポップコーンしかしねえんだよ、俺の今。それは腕じゃないですか。シャフトの出来が良くないんだよ。調整、バッテリーがやばい。あと29分しか取れない。バーディーパット。残念、ショート。めっちゃ左から右行ったね。すげえ切れたね。ナイスパー。簡単にパー取るな、お前。テイ君のバーディーパット。俺のフックライン。あ、めっちゃ切れた。わー、わー、わー。今日も暑い。カップが動いてないよ、今日は。今日は自分が悪いと思うよ。今日は動いてないよ。せいさん、これスライスでいいですかね。そうですね、上りだから隠しないでいいと思うんですけど。こんな感じ、うん、痛いね。はい、伊藤くんのバーディーパット。ナイス。 Thank you。 長尺入るね。入ってるね。ティックのパーパット、下りの結構切れそうなスライスですね。ナイス。ナイスパー。うまい。伊藤くん、185ヤード。ワンヤン。いや、捕まえちゃった。飛ばねえと思って捕まえちゃった。どこ？あ、でけえ。左の奥か。左の奥。5番にしといてよかったー。てっくんも4番さん、5番さん、5番で、5番で、はい。いい球。いいよ。めっちゃいい球だよこれ。ベタピンじゃね。ナイス。あ、ちょっと手前か。ちょっと手前かな。ナイス。うん、ナイスショ。今すげえいい入り方だったね。5番やん。あら？変な音。わざと薄く取ったっすよ。ナイスオン。ピンハイ右。ちょっと奥まで転がってるけど。はい。まあまあです。だいぶ良くなったんじゃない？良くなってきた。ね。ちょっとボールクリーンで打つ。ちょっと最近YouTube の皆さんのコメントのおかげで竹内プロのやる気が増してていいですね。あ、コメントのコメントのおかげでね。
もう皆さんのコメントをね、深々と受け止めてるみたいで頑張ってめっちゃ練習してますんで、竹内プロ来年以降も応援よろしくお願いします。はい、来年は僕らね、同じ会社ですからね、所属がね、頑張ってやらないとね、怒られちゃうからね。えストレスに負けず、ストレスに負けずに、ほら俺の方が見えないじゃん。ああ、ちょっと手前じゃん。ちょっと手前じゃない。でも、まあ、翔星、はい、QT 振り返ってどうですか。いやー、やっぱサードはめっちゃ雰囲気、なんか熊中初めてコースだった。すごい緊張した。熊中は、うん、あのコース自体広いけど、うん、結構林でセパレートされてて、うん、フェアウェイが狭いんで、うん、ほんとティーショットちょっと曲がったりすると結構すぐフェアウェイバンカー入っちゃったりとか。厳しいね。ケイさんごめんなさい、58ください。平らフラット、結構フラットなコースです。へー、お前得意な感じじゃん。そう、結構好きだったから、うん、まあ、結構予想以上に俺も6アンダーなんていうスコアまで行けたんですけど、アメリカにいた時ね、平らのとこ優勝多かったもんね。そうそうそう、よく覚えてるね。うん、覚えてるよ。ちなみに僕ら YouTube デビュー結構早いんですよ。14歳ぐらいの時に英語で名前検索すると、英語で名前検索すると出てくるよね。英語でインタビューしてる。そうそう、出てくるね。お願いします。はい、はい、伊藤くんの2打目、うん、グリーンすぐそこだけど、もうウェッジで行くそうです。こういうの得意。ほんとだ、めっちゃインサイド引くね、やっぱね。あー、切りね、もっと切れると思ったの。ちょっと奥だけど、パターじゃあそこにも寄らねえよ。翔星バーディーパット、はい、奥から奥に行ったんですけど、奥からは登ってますね、カップまでは。ラインはちょっとわかんないけど、左、こっちから見て右側がちょっと高くなってる感じはあります。うん、スライスで読んで、おっ、キラッ。あー、また変な音、今日変な音入れないってか、多分ちょっと強かったんですね。いやさ、このパターンさ、いいんだけどさ、飛ぶんだよね。すげえ。それは愛の力で。そうだね、いやもう残ってないよ、愛の力なんて。全然残ってないから。愛の力で飛ぶらしいよ。待ってない。テレキ君のバーディーパット、スライスなんですか。スライスはなんかスライスっぽい感じ。へえ、何でしょう。グリーン結構読みにくいですね。難しいですね。全然バーディー合戦になってないんだけど、ここ直道さんメンバーなんだよね。へえ、尾崎直道プロ。尾崎直道プロスライスしないじゃん。あれフックじゃね。フックじゃん。オッケー、ナイスパー。さてと、鬼門のパパとやで。はい、伊藤くんのパーパット。スラなんだ。ナイスパー。うい、ナイスパー。長尺入る。スラなんだね。はい、伊藤くんから。ずっと伊藤くんオーナーだね。多いね、今日ね。パープレイ、今左バンカーまでって250。はい、じゃあ大丈夫だ。はい、354ヤードパー4。89点負けてるよ。やべえ。飛ぶね、その位置。飛ぶね。フリックと一緒だよ、だってこれロフト17度。うん、それも取ったけど、17度だったら。え、16.5 だよね、これ。16.9。 16.9。 それバフィー。そう、バフィー。でも、クリークなんだよね。ピンのクリーク立ってんの。標準で 17.5 だからね、うん、ピンはね。良い球だけど、ちょっと引いた分左、ちょっと引いて、まあ、まっすぐだけどね。ナイス、フェアウェイ、ナイス、いい球。アレックス・ノーレン、アレックス・ノーレンの動画見まくって。アレックス・ノーレンの真似してんの。でもノーレンは左足踏み込む。うん、踏み込む。翔星踏み込まない。打っちゃった。よいしょ。打っちゃった、ごめんね。いいよ。ナイス、いい球。なんか踏み込んじゃうと、何、うん、踏み込んじゃうとさ、うん、左になんか来すぎちゃう。ああ、突っ込みが癖があるからね、君はね。そういうことね。あんぐらいインサイドからこう回すぐらいのイメージの方が。なんでさ、うん、ショットそういうイメージなのに、アプローチそれって打たない。アプローチも近くなってきてんだけど、うん、アプローチまだ全然上から入るよね。
まあいいんじゃないの、スコアいいんだからさ。いや負けてるから今日。長尺のおかげだね。長尺すごいっしょ。すごいね。もう俺来シーズン長尺で行こうかな、やっぱり。毎年でこのぐらいの時期になると長尺長尺って言って、なんで短いの使う、長いの使ったっけ。やっぱ憧れが短いの。それはあるでしょ、もともと病気から始まってるんだから。あ、短いのでちゃんと入るようになりたいなと思ってるよ、いまだに。でも俺は順天には戻したいんだよ。うん、順天するとね。あ、2人ともクロスハンドだよね、そういえばね。動かなくなっちゃうんですよ。うん、やっぱりサンドじゃないと。しょうがないよね。156で、ただ打ち上げがちょっとあって、はい、風フォローですかね。微妙なところなんですけど、7番やん。7番やんで、はい。結構ピン右ですね。真ん中狙いぐらい、はい。おー、刺してる刺してる。ナイス。今の一勝。今のはいいっすね、完璧です。ナイスです。そのセカンドショット120ヤード、5-2で結構ホロってるからね。俺のあれ入ったんじゃない、テイ君ちょっと入ったっぽい。うん、入った入った。高く打ったね。あー、引っ掛けた。なんか上げ方変わったね、ちょっと左。上げ方変わった？上げ方変えてる。どういう上げ方にしたんですか？トップの位置は変わってない。トップの位置は変える気ない。105の4ヤード上げ。なんかむしろ前よりインサイドに上がるような感じ。そう。だからここのヘッド、最初の指導のヘッドの位置を低くしようとはしてる。そうするとどうなるんですか？だからまあちょっと俺は下から煽る体質だったから。だいぶ入り方はいい音しか動かないからね、これ。いや、いい球だな、これ。ナイス。ナイス。なんでお前の球はそんな同じサンドなのにスピンかかんでるの。全く同じなのに。打ち方だよ、打ち方。伊藤君のみたいに。俺のでかいね。え、でもないってことは入ってるか、でかいから。入ったね、これ。入ってないよ。入ったね。入ってないよ。ボールが見えてないってこと。どうやってそういう自信があるの。チャンスがあるからね、まだ。そう、入ったね。あれは入ったわ。だ、俺ちょっとね、いいショットしすぎたんだよね。結構ショット。つま先下がりだったから当たり薄くなる想定だったんだけど、バコをぶわつくとか。あんな手前なわけねえもんな。みんなさ、違う。バラバラなこと喋るな、プロゴルファーな、ほんと。ちょっとさ、3人分のテロップお願いします。みんな、みんなプロゴルファーだから自由自在に喋るよね。あ、ほら、でかいよ。ボール見えちゃった。見えちゃったよ。あれは俺のボールじゃねえな。お、こいつ頭おかしいじゃん、やっぱり。ロストボール拾っちゃっていいっすか。うん、拾っていいよ。もう入ってるから。ほら、俺のキャリー翔成の横や。ほんとだ。めっちゃ戻ってんだ。10メーター戻ってる。まあでも、10メーターは戻ったでしょ。アイアンの入り俺良くなったね。ヘッドの抜けがなんかいいよ。スライスでいいかね。上り。まあスライス、全体的にはスライスの方が強そうですね。バーディーパット。うん。タッチは切れなかったけど。調整のバーディパッド。上りスライス？スライス。しないね。やっぱね。まあでも微妙なところだね。山の上に切ってあるから。うん。左に打ったら左行くし、右打ったら右行くしみたいな。高いところにあるからね。めっちゃキャディーさんとライン読んでます。ちょっとスライスかね。どう思う、はい、カップは平らなんだよね。でも最初スライスだもんね。ちょい面かね。パープレーがかかってるんで、伊藤くんめっちゃライン読んでます。それね、89打ったら次の動画だからね。それなりに反省してるみたいですもんね。伊藤くんのバーディーパット。わかんないな。ラインちょっとわかんないですね。逆だ。あ、逆だ。あ、距離感合ってないよね、今日出てる。
結構オーバーしたっすね。2メートルぐらい。もう一回テルキ君かな。また竹内テルキワールド入ってる。違うカップが見えてる。違うカップが見えてる。どこにカップ見えてたの？ちょっとこのカップの位置が馬の背のなんか丘の上なのかな。すごいラインが読みにくいみたいで。伊藤君まだライン読んでますね。ああスライス。ああスライスした。そっちからスライスした。オッケー。さらにわかんないじゃん。ちょっと今の出方おかしいな。はい、伊藤君。スライスか？パーパット。ナイス。ナイスパープレー。初手取ったまま渡すよね、カメラ。いいから早く打てよ。ファーストキスパット。ありがとうございました。前半終わってどうですか？いくつ？ワンオーバーっす。テレックンは？ツーオーバー。伊藤君は？ちょっこり勝った俺。いる？うんうん。最初ダボスタートだけど。そうだね。ダボのツーバーディーだよね。パーファイブ2個取ったっけ？パーファイブ両方取った。パーファイブでね、取らないといけないですね。うん、パーファイブ必須だよね。お疲れ様でした。それでは後半頑張りましょう。頑張りましょう。はい、それでは。この動画いい動画なんで、いいと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。また。またねー。